はい、2月13日、午後の様子なんですけども、今舞子の、日帰りセンターから出てます。この第一クワッドリフトに乗りながら撮影してます。お昼ぐらいから雲がこう陰ってきて、朝ものすごく汗ダクダクになりながら滑ってたんですけど、今めちゃくちゃ寒いです。すっごく寒いですね。はい、もうすごい気温の変わりようです。天気予報では午後から雨予報だったんですけども、今のところ雨は降っていません。これから降るか分かりませんけども、はい。で、今こう見えてますかね、この土のこの出てる、はい、ところなんですけども、これは多分今後融雪を見越して、雪取れるところから雪を取っていこうということで、取った後になりますね。まあ、こうして見るとまた雪取ってないところは、まあ、白いわけです。で、今こう見えますかね、こちらトラックが行き来してます。これもやはり雪が溶けるっていうことを見越して、行ったり来たり雪を運んでいる状態ですね。コースの脇に今どんどん雪が積み上げられています。はい、朝からずっとトラックが動きっぱなしです。はい、もうそれくらい雪が溶けるっていうことですね。はい、そして雪質なんですけど、今少し固まったので、かなり滑走性はいい雪質になってます。お昼くらいもうすごい春雪でしたね。もうシャバシャバになって、はい、もうトップシーズンの雪ではなくなりました。ただスキースノーボードデビューするには、まあ、ターンのきっかけつかみやすい雪質となっていて、すごい滑りやすい雪質でした。はい、今もちろんいいですね。はい、好み分かれると思いますけど、個人的にはすごいいい雪質だと思います。はい、で、ゴンドラ上部も雪質保たれるかなと思いましたけども、そんなことはなくて、やはり溶けかかっているということですね。はい、ということで1日ちょっと2回撮影すること、記録することはないんですけれども、あまりにも気温、天候急変したので、動画を、記録してみました。ということで少し、長くなってしまいましたけども、午後の様子、こちらゴンドラエリアの様子でした。以上。